こんにちは、週刊ナイトライダーが届きました。なんかね、ドサドサっと届くようになりましたね、2号ずつで。今回は8、9、10、11がドサッと届きまして、それぞれ太さが違うんですよね。入ってる部品が違うんでしょうね。とここで同封されているディオゴスティーニの他の、ね、商品についてもちょっと見ていこうかと思います。 JR の全路線ってなりますね。これかなりの歴史的資料であると同時に、こういう鉄道が好きなね男性にはすごくたまらないんじゃないかなと思います。考えてみたら、幼い頃からプラレールとかトミカとかね、ああいうので慣れ親しんでるのと、やっぱり電車ってのは私たち日本人がなんか移動手段として昔から大好きだったものですよね。乗るのもいいし、見るのもいいし、語るのもいいし、まあ、こういったものがこういったコレクションなのは非常に嬉しいことですよね。これからいろんな事情でね、少子高齢化などのこともありますんで、どんどんね廃線っていうかね、電車がなくなっていく例が多いと思いますけども、こういうふうな形として残るのは本当にありがたいことだと思います。なかなか個人で所有できませんからね。で、個人で所有できる最大限のものとしては、まあ、車っていうのがあると思います。旧車。こちらは何ですか？マスタングですか？うん。なんかこういったアメリカの車の、旧車のコレクション。これもね、始まってます。あ、コブラなんてのがありますよね。YouTube 見てると、このコブラに乗ってる女性の方がいらっしゃるんですよ。若い女の子がね。すごいですよね。やっぱり自己主張が最も際立つのが車。今ね、車に乗る人がどんどん離れているからこそ、まさに車、ガソリン車だと思います。トランザムもありますね。うん。ドッジもあったりね。チャレンジャー、コルベット。私たちが幼い頃憧れた車が、こうやって、プラモデルとしてね、超合金として復活するということですね。まあ、その一環として、今回のナイトライダーもあるわけですけどね、キットもね。うん。あれ、いいな。で、ゴジラおせち襲来。なんだこれは。ね。木箱に入ってますけども、こういったものもあるらしいです。あ、おせち料理なんだ。もうすぐ年末年始始まりますので、おせち料理をうちで食べましょうみたいなおせちのおすすめです。で、ゴジラのパッケージにくるまれている豪華なね、おせち料理、28,330円から38,500円という超豪華版でございます。まあでもこれを3日間かけて食べると思えば、まあでも高いですね、なかなかね。うん。まあ、こういったものが入ってました。で、ナイトライダーの、本編、11巻の方ですけども、これは何かな？あれですね、ボディの下の部分ですね。下の部分が今回はついてるそうです。この辺です。ちょっと光って見えなくてすみません。で、18分の1、8分の1、ボンネットのあたりも今回は15でついてると。はい、これはどこだろうな。なんかエンジン部分ですか、ボンネットの中側ですね。いよいよこれがね、110部まで出るんで、今回やっと10分の1が終わったところですけども、場所をこんなに取ってますよ、もうすでに。だからね、6畳1間なんていうのはすぐ埋まっちゃいます、これだけで。すごいっすね。で、タイヤの部分ですかね。かっこいいっすね、やっぱり後ろから見たところで。私のナイト2000、車検に出して3ヶ月になります。もうすぐ帰ってくるんじゃないかなと思いましたけども、秋になりそうですね、やっぱりね。ということで、ナイトライダー、週刊ナイトライダー、ね。もう本当にね、すごいですね。もうナイトライダーと共にある人生になりますね、私もね。いや、ありがたいな。で、今ね、セルシオも買って乗ってるんですけども、セルシオもやっぱいいね。やっぱね、セルシオもなんかこう、なんすか、伝説の車になるんじゃないですかね。LS 以上に。私はそう思います。ですんで、電子制御の AI を組み込んだセルシオで日本版ナイトライダーっていうのがあるといいなと思いますよね。やっぱ日本といえばセダンだと思うんですよ。アメ車といえばこうやってスポーツカーだと思いますけどね。ヨーロッパはそうですね、なんだろうな、ヨーロッパもセダンかな、うん、だから RV 全盛とかミニバン全盛の時代になりましたけども、やっぱり私はね、セダンを一人で乗るその贅沢さが好きだなと思いますね。じゃ あ、ナイトライダー、キットが来るまでもうちょっとセルシオで、乗り回しておきます。では、以上です。